もそろそろ終わりにしよう。いろいろあったけど終わりにしよう。寒さで心がやめよう。別にグラポロ紹介するわけじゃねえんだ。どうもこんにちは、佐藤慎之介です。あったかいってご褒美だ。というわけでこちらです。本日は Mac のハッピーセットのご紹介でございます。朝マック買ってきました。早速開けていきましょう。寝るかもな。あるぞ。はい、失礼いたしました。取り乱してしまいました。私はなぜこんな動揺してしまったのかというとですね、こちらですね。朝マック買ってきたんですけども、もう食べちゃってるんです。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 そうなんです。実は動画撮ってたんですけれども、データが消えてしまいまして、なぜかってこともないんですけども、僕今 iPhone に、Osmo Pocket をつけて DJI のアプリで撮ってたんですよ。で、そのアプリで撮影中にデータが消えてしまったということで、また撮り直さなきゃいけない。まあだから商品紹介の食べ物系って撮り直せないじゃないですか。だからもう、食べちゃいました。ということで、こちら。おもちゃですよ。おもちゃ。メインどころです。開封していきます。それでは、行ってみましょう。どうぞ。はい、来ました。ハッピーセット3つですね。マリオのハッピーセット。ハテナブロックが書かれてますね。で、下にマリオが。何が入ってるのかお楽しみということで。一応、識別番号みたいなのがあるみたいですけれども、Mac ではそういうの番号は受け付けてないということで、皆さん気をつけてくださいね。言っても変えてもらえません。はい。ということで、いろいろ開けていきましょう。これね、3つありますけども、どれから開けていこうかな。ちょっと触ってみていい？あ、これがね、人の形してるやつが入ってますね。ではこれ最後にしとこう。で、この2つがなんか一緒っぽいんだよな。なんか四角い感じの形してますね。どっちしよう。じゃあこっちからいこう。真ん中にあってこれ。いきましょう。開けていきます。よいしょ。ほら、おー、出たスーパーマリオ。説明書が書いてますけども、これはこんなクシャクシャプーン。はい、あ、裏にもマリオが白く彫り込まれてますよ。で、これは何だろう。マリオが絵柄が変わるんですね。こう揃えるゲームですね。これは何ですかね。これ何をするやつなんですかね。ちょっと説明見てますかね。はい、さっき捨てた説明書です。こんなんね、説明書見なくても分かるやつにしといてほしいね。題名がマリオとピーチの絵合わせゲーム。パネル9枚全部スーパースターにしてねということで、スーパースターにする。スターにしましたけど。はいはいはい。これからスタートってことね。この状態でスタートにして順番にパネルをめくり、縦横斜めでどれか3枚を同じ絵マリオまたピーチを並べた人が勝ちということらしいです。書いてます。ってことは対戦ゲームみたいな感じですかね。だから、順番にパネルをめくり、だから2人でやるゲームということですね。なんで僕はちょっと今できないかなっていう感じですかね。こうやって縦横な、だからマリオがこう揃った人が上がりみたいな、そういうゲームになってます。はい、なんかちょっと微妙ですね。ちょっと一人で楽しめるやつが欲しいですね。じゃあ2つ目これいってみましょうか。Here we go! お、これはこれもまた説明書。いや、説明書なくてもいいやつ欲しいですよね。スーパーマリオパズルゲーム、ドカーンの横のレバーを動かすとマリオが現れるよ。これですね、ドカーンの横レバー上げます。デレデレデレ、おー、来たー、マリオ It's マリオ。はい、来ました、マリオさん。ジュルン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 。あ、これはいいですね。ドカーン型置けるし、置いてね、飾っておけるからいいですよ。よし。で、なんか、説明書きが、土管の中を開くと、パズルが入ってるよ。パズルが入ってるそうです。はい。出ましたね。これがパズル。わーお。これは一人でもできそうなんで、やってみますかね。早速。ちなみに裏面はこういう感じですね。わお。ちなみに裏面はこういう感じになりました。はい、パチパチパチ。ドンキーとかルイージーとかいろいろいますよ。はい、それでは最後のおもちゃいってみましょう。これはね、人形だったから結構期待したいところ。お、よっしー、よっしー、おー、よっしー出ました。いやー、マリオ欲しかったけどね。まあまあまあ、仕方ないでしょう。で、これは多分ここに載せるんだね。わお、これはこういう感じで、なんだろうこれ、わお、あ、飛び出しましたね。わお、わお、ヨッシーが飛び出しますね。ちょっと説明見てみましょう。土台の中にセットして数回回す、順番にリンゴのボタンを押して、ヨッシーが飛び出した人が負けだよ。あー、だからこれも人数が必要なゲームですね。数回回す、え、なんか感触があんまりないですね。ガリガリみたいな、ガリガリみたいな手に感触は全くないです。うわ、あー、向きによって結局ヨッシーの後ろの方に行った時にだけこれさ、飛び出すってやつじゃない？ほらほら、暴いちゃった、トリック分かっちゃったもん。ほら、必勝法見つけました。飛び出すヨッシーゲームの必勝法見つけました。ヨッシーの後ろのボタンを押すと勝ちです。そういうゲームです。ヨッヒー、ヨッヒー。ちなみにフィギュアはこういう感じですね。結構出来がいいんじゃない？結構出来はいいですね。結構これで飾っておくだけでも。っていうか、これもういらないよね。はい。いいよね。うん。結構出来はいいです。はい。これ見て、なんかタイタニックみたいになっちゃった。はい、というわけでハッピーセット2019年の12月20日20日からやってるマリオのハッピーセットのおもちゃ3種類ですね、紹介してきました。いかがだったでしょうか。僕としてはですね、ヨッシーのフィギュアの出来はいいなって思ったんですけども、それ以外ね、ちょっと微妙かなっていう、ぶっちゃけね、フィギュアとかでいいんじゃないかって僕は思ったんですよね。全部フィギュアでもいいなって思いましたね。だから説明書とかいらないんじゃないかと、こういうね、遊びとか子供だましだなと思っちゃいましたね。正直、おもちゃ、遊ぶかなっていう、子供遊ぶかこれっていう、今なんかスマホもありますからね、一回やって終わりだろうというふうに思いましたね。ぬいぐるみとかフィギュアとかはずっと残るじゃないですか。そういったものに、注力するといいんじゃないかなと。今後ね、ハッピーセット、そういうのだとなんかね、大人でも買いたくなっちゃうようなハッピーセットを出してほしいですね。マックさんには、こういうね、紙だってね、印刷費バカにならないと思うんですよね。あ、そうだ、カピバラ教授からも何か言ってくださいよ。うん、そうじゃな、マックのウームの宣伝動画に金を出すくらいなら、フィギュアのクオリティに精を出した方がよろしいんじゃないだろうか。ということをカピバラ教授も言っております。ということですね、マックさんにはいろいろ頑張っていただきたいなと思います。はい。モバイルオーダーとかね、どんどんね、普及していけば、マック利用者も効率的に、やっていただきたいなと思う所存でございます。何者だお前って。あとはですね、週末プレゼントっていうのがあります。スーパーマリオのなりきりファイルブック、なりきりクリアファイルっていう、マリオのね、クリアシート、マリオの顔になれちゃうっていうクリアシート、21日、22日の2日間、マリオの顔になるやつ。で、20名、28日、29日、土日は、スーパーマリオ作って遊ぼうシールブックっていう、マリオメーカー2のステージがあって、そこにペタペタシールを貼って、自分のコースを作る、そういうやつがあります。これがいいんじゃないかと思います。そういうの欲しい方は、土日にね、ぜひマックに行ってみるのはいいんじゃないでしょうか。あとね、ハッピーセット、スーパーマリオの販売スケジュールがですね、全国的には一斉にやってるんですけども、九州エリアと、山口県の一部の店舗ですと、1週目、12月20日から26日までが、5種類出て、2週目、後半が残りの5種類が出ると。で、1月の3日以降が、全種類という、なんかそういう感じで、リリースされるようです。九州エリアのマック全域の方と、山口県の一部の方は、そこはね、気をつけていただきたいなと思いますのでございます。はい。ということで、マック、これからね、僕もね、明日も多分行くかな。明日もね、なりきりセットもらいに行きたいと思います。明日もマック食べるぜ！まだ全種類揃ってないからね。はい。全種類揃えていけたらいいなと思う人でございます。マリオのね、支えるやつ、手こうやってるやつ。あれが欲しいんですよね。あれが唯一。はい、ちょっとカメラ調子悪くてちょっと止まっちゃったんですけども、はい、マリオの支えるやつ欲しいなという感じでございます。はい。マックみんなも食べに行こうぜ！じゃあな！カピタラさんも、じゃあな！ヨッシーもマリオも、じゃあな！